はい、桐原愛菜です。埼玉県出身です。ベストスコアは67です。得意なクラブは8番アイアンです。今日は寒いんですけど頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、アメリカ目指して頑張ってください。はい、有本可憐です。京都府出身です。ベストスコアは65です。好きなクラブはドライバーです。一言ですよね。あと抱負。抱負、今日の、今日は天候が悪いのでちょっと耐えるゴルフに徹したいと思います。お願いします。はい、昨日2アンダーで調子良かったです。はい、たまたま、総合優勝を目指して頑張ってください。はい、頑張ります。はい、木村さなです。茨城県出身です。ベストスコアは結構10年以上前なんですけど67とかだったと思います。今日は頑張ります。はい、アメリカ目指して頑張ってください。木原みなみです。ベストスコア69で好きなクラブはドライバーです。今日の抱負。抱負、ちょっと今日は風が強そうなので、まあ、その風に対応しながらプレーできたり。はい、頑張ってください。アメリカ目指して頑張ってください。ありがとうございます。さあ、いよいよ2024年リンゴルフューチャーズトーナメント第1戦始まります。今日はロイヤルスターゴルフクラブニューコース打ち下ろしの左ドッグ、左右 OB で難しいホールとなっております。ぜひよろしくお願いします。右に出ています。右の OB は浅いので大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。木村さんの選手ティーショットです。これも右に出ています。大丈夫でしょうか。これもちょっと右に老けているので心配なところです。有本可憐選手、昨日は2アンダーでした。今日もアンダーを出して総合優勝を狙いたいところです。これもちょっと右に出ています。これも大丈夫なところか。大丈夫、バンカーより右行ってない。木原愛菜選手ティーショットです。これはフェアウェイ真ん中にナイスショットでした。ナイスショット。これは大丈夫でしょう。ナイスショット。暫定球いきます。今度ちょっと左気味ですが大丈夫でしょうか。可憐選手第2打目、得意の距離が乗せるか。左ラフ、めっちゃうまく打ってた。定球は打ちましたが最初のゴールがありました。これはナイス2打目、フェアウェイキープです。でこれもフェアウェイ左にナイスショットです。強い風だったのをきれいにキープしました。ナイスショット。今日はプリファードジェネラルエリアはプリファードラインになってます。昨日雨、今日も若干雨で残り122ヤード打ち上げで130ヤードはミニマムで必要だと思います。上りの距離感がつかめるか。ちょっと足りないか。お、ダイソン、ピン左。有本選手残り100ヤード、
おー、ライさん良さげじゃない？これが取れば、そう、木村選手、木村選手も残り100ヤード弱、上りです。プラス5ヤード、風は左から右。ちょっと左に引っ掛け気味、ショートです、左に外してしまいました。宮本選手残り約90ヤード弱、軽くいいスイングです。距離感は合ってるか、ナイスショット、近そうです。木村選手約20ヤードのアプローチ、上り。ショートしてしまいました。 2.5 メートル残ってるでしょうか。竹原選手5メートルのバーディーパット、スライスライン、難しいラインです。さあスライス掴めるか、ちょっと打ち切れなかったがナイスパーでした。ナイスパー。残りの3名のラインは上りのフックラインでしょうか。さあフックの曲がり具合読むことができるか、またかなり上りになっているので打ち切ることができるか、越えなければ入らない。大きく越えてしまうと下りが残る、難しいラインです。ナイスパー。さあ木村選手しのげるか、有本選手のフックの曲がり具合は見ています。惜しい、ボギーとなってしまいました。さあ桐原選手2人のラインを見ています。全く同じラインです。かなり曲がります。打ち切れるか、打ち切れませんでした。ナイスパー。さあレディーゴルフです。トーナメントもレディーゴルフの時代になってきております。ドライバーフェアウェイ右、ナイスショットです。ナイスショット、このフェアウェイ右、ラフでしょうか。ここはいや右目の方が角度的に斜めが狙いやすいようで、皆さんフェアウェイ右の目指して狙っております。ちょっと右すぎましたが右ラフです。ということで今日はプリファードライなのでファンクラブ動かします。ちょっと左にバンカー、左バンカーです。竹原選手2打目上りプラス10ヤードぐらいでしょうか、ピン左にナイスオンです。最初これ左に出てしまいました、左ラフです。竹原選手同じようなところが右から、これも左にちょっと出てます。その先上がりで左になってしまうのかちょっとショートかもしれませんが、グリーンオンです。さあバンカーからの第3打で寄せることができるか、
前との組がいて、プレイヤーみんな急いでおります。カメラ大変です。その2番グリーン、グリーン上に来ました。有本選手バーディーパット、10メートルのスライスラインです。なんとか寄せたいところ。ちょっと残してしまいました。打ち切れませんでした。こちらからはスライスしないでほとんどまっすぐ、約1メートル残っております。グリーンが遅いのか、ちょっとスピードが合ってません。雨に濡れてグリーンが昨日よりも遅いようです。ナイスセーブ、木村選手ナイスセーブでした。さあ桐原選手パンをセーブできるか。若干スライスライン、左エッジでしょうか。ナイスセーブ、ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。サマーホールパー3にやってまいりました。125ヤード、若干上り、風はフォローです。ピンの右、若干当たりが悪かったが、当たりが薄くショットしてしまいました。ドローがかかって筋いってます。ナイスショット、ワンピン右側ピンハイにナイスオンです。お、ピンに向かって筋いって飛んでます。お、ピンちょっとオーバーしましたがナイスショットでした。ナイスオン、ありがとうございます。さあ木村選手1番ホール取り返すことができるか。筋ってます、筋って飛んでます。距離はナイスショット、ナイスショットでした。約15ヤード上り、フックラインのアプローチです。木原選手しのげるか。お、いい感じに乗せてます。入るか、惜しい、ちょっとオーバーしてしまいました。あと3名はナイスオンです。皆さんバーディーチャンスです。ちょっと仕切れませんでした。またフックはしませんでした。レイモトカレン選手、昨日は2アンダー、今日もこれを入れてそこ優勝狙いところ。見られるか、下りのパット、約1メートル20ほどオーバーしてしまいました。さあ木村選手、1番パー5のボギーをここで取り戻したい。パットは滝原選手のパットが曲がらなかった。ストレートが、ナイスバーディー。ちょっと引っ掛けてしまった。痛いボギーとなってしまいました。ナイスパーセーブでした。